アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。さあ、第1ラウンドのゴングが鳴らされています。青いグローブの強しプレッシャーをかけていく右のローキック、赤いグローブが武彦、右ストレート。解説はおなじみ格闘技ウェブマガジン GBR 中村匠さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、早くも右左連打で当たっている。強しのパンチ、武彦ダウンです。いや、いきなり強し選手のパンチ炸裂しましたね。来ましたね、はい、いや、回転力、破壊力、はい、この拳の強さがとにかく強しの世界ですよね、はい、もうのっけから自分のパンチで倒してやろうっていう、はい、そういう気持ちがこう全身から、今度は逆に武彦右ですか。はい、今度は武彦選手の方が右で倒しましたね。すぐに立ち上がってグローブとグローブバチンと音を立てました強しですけれども、大丈夫か。もう早くも1回ずつダウンを奪った展開になっています。まあ、激しい試合になると思ってたんですけど、はい、まさか1分以内に2人がダウンを取り合うみたいな、いやそんな試合になるとは思わなかったですね。全く同感です。右ストレート、武彦連打で放つことができます。そして膝でも逆に体を浴びせかけていくのが強し。63kg 契約の戦いです。共にオーソドックススタイル、強いパンチがあります。ここも右、武彦か、どっちだ。強しも引かない、圧力勝ちした感じですね。そうですね、武彦選手の右が結構まっすぐ伸びてたんですけど、はい、そこに強し選手の方が回転の速いパンチが当たった、そういうイメージですね。いや、もうパンチがあまりに速くてもうこう心が追いついていかないような、そんな打ち合いになっている。前のめりになって赤いグローブの武彦、これはどうだ。あ、ダウンではありませんけれども、これもかなり微妙な、はいはい、スリップだったと思いますけどね。そうですね、はい、その後も強しが追いかけていきます。中村さん、もうアグレッシブそのものですね、はい、この2人。そうですね、もうアグレッシブという言葉を超えたぐらい、アグレッシブです、はい、武彦のパンチもどうですか。まだ勢いは落ちていないと思いますけれども。いや、全然まだ死んでないと思いますね。特にやっぱ武彦選手 の右のパンチはかなり重いんで、はい、もう強い選手も気をつけないと、これ一発で試合ひっくり返される危険性があると思いますね。そうですね、はい、ここもパンチがクロスする。全く後退する様子が2人にありません。全身界の武彦、チームドラゴンの強し、左のモーションから右、どうだ。武彦まだ倒れない。強しがここは前へ前へ、だいぶ出血も激しくなっていますね。まあ、この前に出る姿勢があるからこそパンチが当たっても倒れないかもしれないですね、はい、なるほど。うわー、ものすごい打ち合いです。この後ももうおそらく目は離せないでしょうね。笑っています。どっちのパンチが強いのか勝負してやろうみたいな、そんな気持ちで戦ってんじゃないですかね、はい、そうかもしれませんね、はい、全く第1ラウンドと変わりません。なんて男たちなんだこいつらは。いや、どうだ、これはダウンではない。パンチはでも当たっていますよね。そうですね、驚きます。ボディストレート、赤いグローブの武彦、聞いてないことはないと思うんですけどね、はい、2人とも。で、そんな中で気になるのが、はい、あの右の武彦の膝テーピングがありますけれども、はい、時折そこからバランスを崩しますね。そうです、まあ、もしかしたら試合前に痛めたのかもしれないですね、はい、ここも左、武彦のパンチでも思い切ったモーションで鼻血を吹き出しながら、青いグローブの強し、突貫ファイトのみの展開になっています。共にパンチが得意な者同士、その拳比べ。武彦の右、武彦はまだここまで負け知らず、6戦して5勝です。対する剛は12勝12敗、1引き分けの KO、どうだ。
これもダウンではありませんが返り血を浴びている武彦がやや体勢を崩すシーンが目立ちますね。そうですね、ちょっとあのパンチ打つときに前のめりになりすぎてるのかもしれないですね。そのなパンチの勢いでそのまま自分がバランスを崩しちゃってるというか、はい、逆に強い選手の方はしっかりこう立ってパンチを振ってるんで、その分回転が効きますよね、はい、ここもいい位置に右行ったんですが、右これダウンですね。そうですね、ちょうどミドルを蹴った後に金子選手が右のカウンターを取った形ですね。今度は強しがダウン。中村さん、これで合計ダウンは2回ずつということになりますね、はい、どちらがこの時点でアドバンテージを握っているのかが気になります、はい、ただ武彦選手がダウンを取った分、はい、まあ、気持ち的には乗ってるでしょうね、そうでしょうね。強い選手こういうところから強いんですよね、はい、やられた後に自分から前に出れるというか、やられても引かないというか、このピンチの中から活路を見出すことができる選手ですよね、はい、やはりそう考えるとその打ち合いの中というのは中村さん、はい、有利に進めている方ばかりが勝つとは限らない。そうですね、そうした面がありますよね。ここも連打連打。またあの1ラウンド終わってからインターバルでですね、スタミナが尽き果てたかなと両優見えたんですけれども、まだ行きますね、行きますね、まだまだ拳は残っている。武彦攻める。第2ラウンド終了。なんとか立とうとしたのにバランスが取れなくて倒れたみたいなダウンだったので、あんまり感じさせないですけども、強い選手にも確実にダメージあると思いますね。さあ最終ラウンドになります。この3分間に全てをかける両優、左フックから右オーバーハンドのパンチは青いグローブの強し、赤いグローブの武彦が回ります。右のミドルキック。いやそれにしても中村さん、こう力のこもる手に汗握る攻防になってますね。これは本当どうなるか分かんないですよね。全くです。戦前の予想をまた遥かに超えました。ワンツースリーフォーとフックは武彦。さあ強しが逆転するとすれば何があるでしょうね、はい、やっぱりこのまま圧力かけて自分から前に出て、はい、武彦選手を押し切る、そういう試合をすれば勝ちにつながると思いますね。ここも前に出るのは強しですよね、はい、右、いやこれも微妙ですね、まあ、レフリーによってはダウンと言っても、はい、おかしくないぐらいの場面だったと思うので、武彦はこう首を振る、はい、そんな動きも見せましたね、はい、逆に強い選手ここで一気に攻めて、はい、もう倒したいところじゃないですかね。なすことができるか強し、右ストレート、右ストレートを返す武彦、何か同じ武器でこう押し合っているようにも見えます、はい、武彦選手の右が強いんですけど、やっぱどうしても単発なんですよね、はい、逆に強い選手は必ずこう左フックを返したり、パンチをつなげるので、今はだいぶ効いたようです。これがダウンになります。ダウンと宣告されました。強しが奪い返しています。立ちますね、立ちますね。いや背中にも鮮血が見られます。左の蹴りから、あ蹴りを多く織り交ぜるのは強しの方だ。さらに左、これはスリップですね、ダウンではありません。強い選手 の, このボディが効きましたね、あの左のボディと、はい、あと前蹴りとミドル蹴ったんですけど、あれでボディを効いてるから上のパンチが立ってるんだと思いますね。武彦の方は逆になかなか蹴りを放つことができませんね、はい、そういうちょっとしたところの差がここに来て、はい、あそしてここでこのラウンド武彦は2度目のダウンになります。これはもう次のダウンで、そうですね、はい、強し、もう1回ダウン、